はい、皆さん毎度毎度 GoPro ファンのね、皆さんね、今回はこれ11だね。この画像だとね、 GoPro 8とあんま変わんないんだよね。 GoPro 8の動画はね、都内だから結構明るかったんだよね。ここはちょっと埼玉市でちょっと暗いとこだから、まあこんなもんなんで、あんまり変わんないんだよ GoPro 8と。まあ下にリンク貼ってあったけど、それ見てね、あ、ハル先生ね、違いが分かんないと、本当に分かんない。だからこれじゃ悔しいからね。これ確かね、 ISO が1600でカラーがナチュラル、まあ3段階あるんでね、 GoPro カラーとフラットとその真ん中のナチュラルなんだよね。でフラットにすると、まあ、白っぽく明るくなるんだけど、なんだかアラも見えちゃう。その1600だと800にすればまたこのぐらいになるんだけどね。シャッタースピードは50分の1で、フレームも50フレームね。だから普通の人だと50フレームだと100分の1にするか、シャッターそうだと暗いんだよね。だから50フレームで滑らかだから50フレーム使ってんだよね。25フレームだと YouTube の環境だとちょっとね、滑らかさが足んないかなと思ってね。でまあこれだとね、本当に GoPro 8とあんま変わんないんだよね。もうちょっとなんとかなんねえかなって。あとどう何をすればいいしたら、 ISO を3200にしていかに綺麗に映すか、それをねちょっと考えてみたんだよ。でその前にね、シャッタースピードを100分の1にして、まあ、フレームレート50、そんでカラーをフラットにすると ISO は1600ね。ちょっと GoPro 8みたいにだね、やっぱりね。これ11だよ、GoPro ヒーロー11だからね、これね。 GoPro 8とやっぱりこれもあんま変わんないよね。でやっぱり3200にしなきゃいけねってんで、ちょっと3200でねやってみた。はい、これがね、3200、シャッタースピード50分の1、フレームレートは50、そんで ISO は3200、カラーはナチュラル、真ん中ね。ここでね、さらに調整したのがホワイトバランス。ホワイトバランスをこれね、ノーマルだから自動じゃなくて4000にね、固定したんだよね。したら、空の赤みが消えたね。実際空はね、ちょっと赤いかもしんないよね、地域的にね。だけど赤と黒のね、なんかノイズがひどかったのね。でやっぱりほら、夜撮るんだから、この真っ黒に潰れすぎてたっつうの。やっぱり1600だと3200の方がまだ横の家みてえのがまだ見えるよね。やっぱりこの YouTube っていうか、このね環境でこういう夜景動画撮るんであったら、暗い場所でもやっぱり黒潰れしちゃね、なんか面白くもなんともないよね。やっぱりね、3200だけあってね、かなりね明るいね。この時間でこの明るさでしょ、多分これなら GoPro 8よりは明るいと思うんだよ、まともだと思うんだよね。あと上のでチラチラやんだな、マイクにつけたみたいなやつがちょっと長くて画面に入り込んじゃってんだよね。で GoPro は逆さにつけてるんだよね、だからマイクがちょっと上になってんだけど、これなら GoPro 8よりは綺麗なんじゃねえかなと思ってね、ちょっと映した場所にもよるけどね。とかね、白いものが白飛びしてるから、これ GoPro のね、開発者のブログを見るとね、あれマイナス 0.5 にしろっつうんだよね、 EV を。その時はシャッタースピードは固定じゃなくて自動にしなきゃいけないんだけど、だからこれもちょっと実験してみたいね。シャッタースピードをオートにして、マイナス 0.5 すると、もしかすると看板とか白い車の白飛びが減るかもしれないね。はい、ここまあいつものね道だけど、左に曲がって、結構ここのね道がね、座布団だらけ、凹凸がひどくてね、ブレるんだよね。でソニーの α7 だともう縦ブレがひどくてね、まともに撮れないんだけど、まあ GoPro だと11だと、特に上下にバイクが動いても跳ねても、天候源照明もほらあまりにじまないじゃない。シャッタースピード50ならにじまないみたいだね。これ昨日かなんかの変な動画出してみるか、かなり暗かったと思ってこれ。はい、これは ISO が1600でカラーがナチュラルで、シャッタースピードは50だね。あと設定は、細かい設定はホワイトバランスはオートだになってるね。でここ曲がると、ま、驚くほど違わないけど、微妙に3200で
ホワイトバランスを4000にして、アップロカラーはまあナチュラルか、ビビットにするとまた暗くなっちゃうんだよね。これだと本当に GoPro8 とあんま変わんないんだよね。だから GoPro8 で3200だね、これはね、 ISO がね、で4000ケルビンね。あとシャープネスは多分中のまんまだと思ったね。開発者は低で置いて後で編集ソフトでシャープネスを上げた方がいいって言ってんだけど、じゃあ編集しないから低中のまんまだね。これは1600で1/100、カラーはフラット、バランスは何もいじってないね。こんなもんだね。これはもう800と同じ、下手したら800より暗いかもしれないよね。ここを3200にしてホワイトバランス4000ケルビンでシャッタースピード50でで撮ったらどうなるかね、ちょっとやってみる。前にね、これだと GoPro8 だとこのぐらいしか撮れなかったんじゃない、周りの景色はほとんど黒つぶれでね。それちょっとまあ確認してから、まあ見たくない人は早送りしちゃえばね。そうね、GoPro8 で綺麗に撮れる人はこの動画見たら、あ、こんなんだったら GoPro8 と一緒じゃんって思うんじゃない。ただちょっとテーブル補正が効いてるぐらい、だったらジンバルつけりゃもっと綺麗になっちゃうよねこれがね3200ね、時間もね早朝同じぐらいの時間ね、 ISO3200、 ホワイトバランスは、4000で、あとシャッタースピードは50、フレームレートは50、あと設定はなんかいじったかな、ノーマルだと思うよ。でその他の設定ちょっとぐらいいじってもあんまり変わんないんだよね。多少は変わるけどもう見た目では分かんないでさっきのね暗がりのとこ曲がるんだけど、さっきの時よりも多少周りの家らしきが見えてんじゃねえかな。逆に夜じゃない、夜だからちょっとノイズがあっても周りのさ景色がさ、家建物が映ってないとつまんないよね。でこれはねホワイトバランスね、ネイティブかオートにしたんだよね。これね見てね、どっちだか分かんなくなっちゃった。もう見てねちょっと分かんない、微妙に違う、白い建物の白さがわずかに違うんだけど、これ違いが出るかどうかね。このほらもうエンコードしちゃってるからね、今自分が見てるこれよりも YouTube に上げるときはエンコードするからさらに劣化するからね、4000ケルビンとこの画像の違いが出るかどうかね。GoPro8 だとこのぐらいの感じだと思うよ、だから GoPro8 もね結構綺麗だったんだよね、水没させちゃったけどね。これは3200のシャッタースピード50のホワイトバランスは自動になってるね。 GoPro カラーはナチュラルだけ真ん中だね。ビデオ温度かホワイトバランスが今自動、さっきはネイティブ、
上がってあのオレンジ色の照明の影響がなくなるとこっちの方がちょっと白っぽいかな、暗がりの方がだからね、じゃあ自動がいいのかなとかよく分かんなくなってきちゃったね。GoPro 8よりバイクの動画をきれいに撮ろうと思ったら3200しかないよね。 GoPro 8は3200多分無理だと思ったんだよね。3200にしてあの今度はナチュラル、あの GoPro カラーじゃなくてフラットじゃなくてナチュラルで、うちがね室内であの撮った感じ 4K の30と1080の60は50あるけど、どっちが綺麗に撮れてるかって言ったら1080の50の方が暗がりだとちょっとシャープに綺麗に撮れてんだよね、うちの環境だと。まあ、夜のバイクの動画ね、一番厳しい状態だと思うけど、まあちょっとこれね研究していくようだね。はい、お疲れ様でした。